公会館は中華人民共和国上海市ワイタン地区にある建築物。1927年に建築された八階建ての建物。旧香港上海銀行ビルに隣接しており、上海ワイタンのシンボル的な建物の一つである。公会館とはチャンス会館の意である。現在も中華人民共和国会館総書上海会館の事務所が入居している。 1857年春光の公開館2代目、公開館最初に、上海に税関が設置されたのは1684年のことである。公規定は、台湾を征服した後に、海洋貿易を制限する解禁を解除し、公益の促進のために、中国東岸のチャンス省、石膏省、福建省、広東省の4つの地域に税関を設けた。チャンス省税関所は、 上海に建てられ、チャンス税関所と名付けられた。チャンス税関所を略して、公税関、あるいは公会関と称された。税関は、上海市を囲む城壁の東門に隣接する広報公園岸に設置された。海上公益が発展すると税関所の立地は不便になり、外国から船舶を海から離れた現在の湧い地域に停泊する要望が出されるようになった。 これに対し、上海の役人は、ワイタンの南端付近に、税関所を移動した。その後、英国領事の要求した英国疎開の中に、税関所を移動させる提案を受け入れて、現在の場所にも税関所が建てられた。この新税関所は新税関所、北税関所、外国人税関所と呼ばれ、旧税関所は大税関所と称されるようになった。1853年。 小東海の放棄によって大税官所は消失1860年には再建された大税官所は太平天国軍により空き払われ新税赤書が実質的な税関の本部になり以降大税官所は再建されなかったこれらの騒乱の間英国など列強諸国の領事は疎開の中立を宣言さらに中立地帯になったために 税関業務を遂行できなくなった新庁の管理を税関所から追放。これにより1854年には税関業務はイギリスの支配下に置かれた。新税関所に新庁の行政権限が及ばなくなったことにより、消灯解放期の後、新庁はやむなく税関の関係を配置した二隻の法官を候補と御商工の北岸に駐留させ税関業務に当たったが、 外国商船はそれら実効性を有さない税関を無視して貿易を行った。新税関所では A、仏米が各1名の職員を任命し外国人税金委員会を設置し、新税関所を中心に税関業務を開始した。その後、新庁は新しく設置された中国、海関修税局にイギリスの査察長官を指名することを認め、 1857年には、上海政府は新税関所を再建するために6800両の用銀を支出した。1863年、ロバート・ハートが査察長官に任命され、1911年まで長官の任に当たった。1857年に建設された税関所は巨大なアーチと二つの旗竿が特徴的な中国の伝統的な絵文の様式であった。 しかしこの建築様式は当時から時代に遅れた様式となっており、1859年、上海政府はこの建築を再建するために基金を設立し、改築費用を募集している。ロバート・ハートは建築様式にゴシック様式を選択し五階建ての税関所を建築。中央には時計塔を設け、それを四角く囲むように三階建ての建物を両翼に配置した。 この税関書は1925年に再建のために解体され、再び壊された。1927年12月19日に計画予算の2倍にも及ぶ430万両を追やしてパーマーターナー社により建築された公開会が現在の建築物である。時計塔は15分ごとに音を鳴らす、現在の税関書は5722、 平方メートルの面積を有す。ビルは2区画に分割され、東区は8階建てで、後方向に面し時計台が特徴である。時計台部分は11階建てであり、高さは90メートルになっている。西区は5階建てで、四川路に面している。建築には、鉄筋コンクリートが採用され、外見は、ギリシャ風新古典主義建築となっている。東区2階までの部分は表面を、 見加石で覆っており、それより上の木座橋はレンガで覆われている。入り口には4本の通り屋敷円柱が見られる。この円柱は1階から6階まで伸びており、2階から3階の間が区切られており、2階の下の入り口付近は軒のようになっている。内部は正面ホールに金箔で飾られた大理石の柱が立っている。中央には八角形のドームがあり、 壁画が残っている。公開館の最大の特徴は時計等の時計である。時計台はワイタン全体から見ることができ、上海市中央部の多くの場所から見ることができる。紙面ともに時計があり、0.3から1メートルのサイズの100ペン以上のガラスがはめられている。直径は5.3メートルであり72の自動透過がついている。この時計の構造やデザインは、 ウェストミンスター宮殿のビッグベンを参考に作られた。全体の機構は J.B. ジョイス c o がイギリスで制作して上海に出荷した。現在でもアジア最大の時計として残っている。文化大革命期間中、時計の時報音楽は東方クレナイに変更された。1980年代に元来のウェストミンスターの金に戻されたものの2003年に 上海共産党により再び東方紅に変更されている。ありがとうございます。